映画の撮影ぶりに1年ちょっとぶりに佐世保に久々に、来させていただきまして、映画の撮影で使わせていただいたロケ地だったり、馴染み深いよく行った場所だったり、映画の撮影の時には、行けなかった、行ってみたかった、場所に初めて連れてっていただいたり、なんかこうまだまだ自分の知らない、素敵な場所がたくさんあるんだなっていうのを、今回改めて、知りました。そうですね、まだまだ行ってみたいところもたくさんありますし、やってみたいこともたくさんあるので、また佐世保にプライベートでも来たいと思います。皆さん、佐世保にこんばんよー。